こんにちは、竹千代です。オーセンのこのペンホルダーについて、各サイズですね、それぞれこのペンホルダーの太さ、入る太さ違いますかっていう質問をいただいたので、そちらをちょっと検証したいと思います。で、今回使う万年筆はラミーのアイオンです。私が一番使っている万年筆です。じゃあまずバイブルなんですけど、バイブルの方は見ての通りですね、結構何でもいけそうな感じの余裕がある作りになってます。なんでアイオンもすっぽり入りますね。割と太めのパイロットのこのカスタムの743も結構システム手帳によっては入らない太さなんですけど、これは全然すっぽり入ります。なんで結構太めの太軸でもバイブルサイズはいけると思います。で、次ナローサイズですね。ナローサイズは、やっぱナローになると、まあ、若干ですね、かなりピッチリ、結構見ると分かると思いますが、かなりピッチリした感じになります。で、前はこのナローサイズにこのパイロットのカスタム743入れてたんですけど、まあ、普通に刺せるんですけれども、取り出すときちょっと本体押さえて取り出してあげないと結構もうキツキツになってるので、で、しかも皮がね、使ってるうち伸びればいいんですけど、結構もう締まり続けてる皮なので、まあ、ただ入るっちゃ入ります。で、次 M6 ですね。こちらに関してももうこういう感じですっぽり入ります。で、パイロットのカスタムも入りますね。多分ナローの方がこうなんかスマートに持ち運ぶコンセプトがあるので、そっちの方がちょっと狭めなのかな。それか、まあ、この長さもね関係あると思うんですけど、ナローよりも全然楽にこのパイロットの方も入ります。ラミーのアイオンで検証すると言いつつパイロットも使ってるけど。で、最後 M5 ですね。まあ、M は普段なんかこの大きさなのでそこまでこう長い軸とかは刺さないんですけれども、まあ、一応ね、みたいな、普通に刺せます。かなり飛び出ますが普通に刺せて、まあ、ただちょっとまあ締まってる感じがするかな。まあ、これはあんまりおすすめしないかも。結構こちらパイロットになるとかなりもうここのキャップの部分がきついですね。刺せないこともないし、もしかしたらこうずっとね刺し続けて使い続けていればちょっとは余裕ができてくるのかなとは思うんですけれども、結構きついです。ただ M5 のペンホルダーって大体割と細めに作られてるものとかが多い中で、本体のこのペンホルダーここまでの太さ入れられるのはめちゃくちゃありがたいですね。ということで今回はですね、ノックスのオーセンのバイブル、ナロー、ミニ6、M5 のこのペンホルダーの太さの検証動画でした。ありがとうございます。動画終わろうと思ったんですけど、せっかくなら他のちょっとね、万年筆も試してみようということで、新たに、先ほどはラミーとパイロットだったんですけれども、新たにツイスビーと、ツイスビーのエコですね、と、あと、プラチナのプレジデントと、セーラーのプロフェッショナルギアも試してみたいと思います。最初はバイブルサイズから試してみます。泣きますか？よし。で、最初プラチナね。これはもう結構割と本当に太めだと思います。割と太めと言いつつ、多分動画じゃ全然パイロットのカスタムの743とそんなに差がないように感じると思いますが、ちょっと入れてみますね。やっぱバイブルサイズは基本的に太軸全然いけると思います。今これでもかなり余裕があるので、私モンブランの万年筆持ってないので、そこ全然試せないんですけど、多分ここ入ったら割と何でも入るんとちゃうかな。で、次ね。次、ツイスビーね。もう余裕ですね。もうガッチリ入ります。ツイスビーも余裕。次、プロフェッショナルギア。余裕ですね。もうこっちも余裕。セーラーも、ここのね、首の部分がめちゃくちゃ、ちょっと割と太めなので、結構させないっていう時はあるんですけど、バイブルサイズは、もう本当に、どの万年筆も大丈夫そうです。次、ナローサイズ。ナローは結構ね、分かれるんじゃないのか。じゃあ、プラチナ入れてみます。これ、プラチナじゃねえ。パイロット。ここのさ、ギャップで分かった。この、プラチナね、入れてみます。今、こうやって普通に自然にギュッて押した段階では、ここで止まりますね。ギュッて押せば、おそらく入るんですけど、ちょっと無理させたくないんでやめます。次、ツイスビーね。これもここら辺でちょっと止まりますね。これもギュー押せばきっと大丈夫だと思いますが、出すのがすごい大変そう。次、セーラーね。普通に入れてここで止まりますね。ただやっぱりナローの方は割とちょっと細めなのかもしれないですね。次、ミニ6。なんか M6 とかミニ6とか色々言ってますが、両方同じサイズを指してます。プラチナ。余裕ですね。全然もう普通に入ります。やっぱりナローの方が細いね。で、次、ツイスビーね。ツイスビーも余裕で入ります。ちなみに、ミニ6だと万年筆はそんな出たりとかはしないですね。よいしょ。ただこれ、あれかな。あ、もう大丈夫か。そんな、あんまりちょっとリフィルがもしかしたらこのクリップの部分に当たってしまうかもしれないが。次、セーラーね。はい、セーラーももう余裕ですね。はい、じゃあ次、M5 ですね。M5 はどうだろうな。よいしょ。で、プラチナを刺して。まあ、ここで止まりますね。まあ、当然じゃ当然か。ナローと同じような感じです。首根っこのところで止まっちゃう。これもここまでですね。ツイスビーもここまで。で、
セーラーもここまでなってます。なんで最初に検証したこのダミーのアイオンとか割と入りやすいマネージさんかもしれないですね。そうなるとなんで一応今回ですね、試した中ではもうバイブルは心配ないと思います。お持ちの万年筆大体入ると思います。で、ナローはちょっと、ナローと M5 に関しては、ちょっと狭めなので、万年筆によっては入らないと。で、M6 に関しては、割とバイブル並みに結構、包容力があるものになっております。ということで、今回の動画を終わります。質問ありがとうございました。